膝上、なんか膝を上にやると足長く見えるよ。ちょい上ぐらい。膝上？今からなんか即興リメイクですね。即興リメイク。今くんの即興リメイク、うん、即興リメイク。てんちゃんのファッションが今日なんかズボンが違うっていうことで即興でダメージを入れようとしてます。ちょ前に H&M じゃん。前だけちょっとやだやだ、前だけちょっと入れてここにこういう感じで。やだ、うん、やだとか言ってやだ。めっちゃ子供じゃん、嫌がってる。だってこれ入れたら本当に切るでしょ入れてみて。やだ試しに。ちょっと待って待って待って、俺本当にダメージんぞこれ。だってもうまたすぐこれ壊れるよ。壊れる。いや、でも今日かっこよくなるのと、うん、それが今後履き上がるのどっちがいい今日は今日しかないんだよ、てんちゃん。え、それ開けんかったら明日振られるかもしれない。そうだよ、今日開けたらかっこいいポイント上がるんだよ。そんなズボンで決めな確信的。そうだよな、うん、それ聞いて。もう返すね、返すね、もう返すね。いいの、かっこよくなれるチャンスあるに。いいの、ゆま、はよ返せ。どっちかというと履いたままダメージ入れるって相当斬新だけど。いやだって絶対血出るぜ。いやだってなんか分かんないけど、もう前ちょっとだけちょっと見せて見せてって言われた瞬間、なんかすごい勢いでこう来た来た瞬間になんか俺ちょっと太もも切れて、なんかちょっとなんかこの辺コンプラ引っかかりそうなんか上穴開いとう。なんかダメージだけじゃないリメイク加工が入りそう。ダメージにしてもよ、なんかあいつ転んだんかなってなるやん。いやなんか車間違えて転んだんかなと思われるやん。顔もダメージ加工済みだから。え、顔が何だって。ダメージ加工済みですから。いやもうツルツルやぞこっちは。どういうツッコミ。えまとえてる。まとえてるよ。まとえてんのツルツルやぞ横顔とんなムーンジャッジメントのバチみたい お月様みたい。お月様みたい。横顔取ってムンブローチって言ってくんだけど。これしかもなんかさ、コマーシャルみたいなやつさ、横顔じゃない？顔？こうやって。いやだからブスだから俺だけ。どっちもムンブローチ。あー一瞬な一瞬。ムンブローチ。やば朝止まんない。これすげえ書いてる。びっくりした。擬人化だね。いいね今日も。いいね、いい感じで光反射してる。今視聴率 100% だよ、てんちゃん。あれのタイミングがどこなの？え？これ？あ、やってエリーってそういうの見たことある？なんか何よ？なー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 とかやられた？俺にやられてないっしょ多分。そのタイミングないよね。え？あ、動画見た？やられた。プルルルパーって言われたことある？ないでしょ、うん、ほら何それ。じゃあそのタイミング多分ねえわ今日。やって。え、てんちゃんの新ネタでしょ？新しいやつ、ね、新ネタじゃない、これもずっとやってる。え、やって見たいよね、見 見たいよね、てんちゃんの新ネタ。やって。だけどそれタイミングが一番大事。おほらデイビッド分かってるね。え、でもさ、ちょうどさ、温めてもらってさ、いい感じ望めんじゃん。ただね、温めれば温めるほどね、受けない可能性が出てくる。やんないって。だからこういう状況で言われてもやんないって。プルッパー。それじゃない。それじゃなかったよね。それじゃなかった。それじゃない。どうですか、いいやん。それじゃない。なんかイラッときた。いいね、いいよ。なんかイラッときた。なー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 。あ、てんちゃん今日帰りで大丈夫です。ブランクアップです。お疲れ様でした。大丈夫です。お疲れ様です。最後の脱落です。お疲れ様でした。とりあえずロケ車左に乗ってます。左に乗ってますけばいいのかな。じゃあね、黄色いバッグで遊んでるから。ありがとうね、てんちゃん今まで。ありがとう。ありがとう。また東京でね、みんなだよ、うん、また引き止めてほしかった本当は入っちゃダメって言われたんだけど。いや、おっと、一ノ瀬いるぞ。誰もいないの。一ノ瀬いるぞ。誰もいないのに確かに来ちゃったっつって。運転さんしか入ってないよ。運転さん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 危険な。